株式投資、虎の穴。林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。今日はシリーズ、やってはいけない。やってはいけないシリーズ、続いております。えー、今日のやってはいけないは、安く買おうとする。安く買うのがダメなのと。じゃあ高く買ってね、安く売ったらどうなるのと。損するよ、と。こういう話ですね。えー、それにね、 安値で買ってね、うまいこと仕込んでね、えー、上昇してきた時にはね、もう誰よりも余裕がある、ね。お宝的なポジションが手元にある。こんなのもね、相場の醍醐味ですよね、えー。でもね、ただ単に安く買おうとする。ここにね、落とし穴があるよと。こういう話をしたいと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン、お願いします。 チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。えっとですね、実際の値動きをね、まずご覧ください。こちらはどうぞ。これ、銘柄はですね、1801体制建設ですね。月足です。ローソク足1本が1ヶ月ですね。だからこの1マスで1年。かなりね、長期のトレンドを今見ています。 2009年がね、最安値なんですけれども、ここまでの下げが4年間、そして底練りが3年間、その後、兆し陽線が出て、上げの兆しを見せて、原則通り、軽く押したところから、完全な本格上昇が始まった。こういう動きですね。えー、最安値はね、えー、ここですよね。 100円台の前半ぐらいまであったのかな、ギリギリ。まあ大体ね、100円台の後半だったらいくらでも買えたみたいなところですけどね。で、え兆、ー、しが出て上げ始めた時にはもう200円台の後半ですよね。この一番安いところから見て、本格的に上げ始めたところでは、もう倍ぐらいになってるわけですよね。 えでもね、例えばこの一番安いところを買ってね、本格上昇まで待っていられるのかなと。えー、だからね、買うのはね、この上げの直前が理想ですね。それから現実的には上げ始めてからでいいわけです。お、上げ始めた。本格上昇が始まった。初押しで買いと。これでいいじゃないかと。これがね、えー、実践ですよね。 はい、このね、体制建設、私たちがね、FAI クラブというね、定位株の実践研究会で選定してうまく当てた銘柄です。この定位株投資ね、面白いんですよ、ね。今なんかね、2023年2月ですけれども、割安な銘柄がゴロゴロあります。まだ動いていないものがあります。動きかけているものがあります。銘柄私たち選んでね、皆さんに紹介してるんですけれども、 このね、解放紙に銘柄は載せています。でもね、銘柄をね、えー、聞けば、それで儲かるというわけじゃないんです。だからやり方というのがあるわけですね。それもね、こういった、あのー、本になっていますし、本を読んでね、勝手にやりなさいではなくて、えー、細かくね、いろいろお答えしていますけれども、そういうですね、対応、一定のテクニックですね。いい銘柄を手掛けても、一定のテクニックがないとうまくいかないと。 そのテクニックの根底にあるのが今日話しているような考え方なんですね。はい。本題に戻ります。ただ、安く買おうとする。ここに落とし穴があるということですね。あの、安く買おう、安く買おうって言うとね、例えば逆張りだと。ここにね、勘違いがあって、どん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 下がってきているときに買ってしまう。下げの途中で買っちゃうと。こういうのがまずありますね。それから、安値ばかり狙うとね、 チャートのね、縦軸ですね。値段。横軸が時間の経過ですけれども、縦軸の値段ばかり、ここにね、目がいっちゃうと。そういう感覚に陥ってしまうと。やっぱり時間の問題があります、えー。さっき見せたようにね、底練りが3年、下げが4年、底練りが3年、それからやっと上昇。こういったね、時間の中で対応がね、まずくなっちゃうと。 こういうことですね。安く買っても本格上昇時にはね、もう精神的に疲れていると。それから待たなきゃいけないから効率が悪い。そもそも、最安値がね、えー、大きく下げてきて、底練りの初期、ここに来るとは限らない。もう5年、7年ね、底練りして、最後にね、えー、突っ込みのね、ダメ押しの底、これが最安値で、 そこからちょっとして本格上昇こんなパターンだってありますよねこの辺はね、えー、読めないんですねそれからですね今言ったこととまあつながるんですけれども、えー、まあうまく安値を変えたとしてもそれで満足してしまうというかね、えー、そこでねエネルギーを使い果たしてしまうそしてね、えー、目的を忘れてしまうんですね株っていうのはね安く買って終わりではないんです 買い物じゃないんですね。買い物だったら安く買って終わりですけれどね。株式投資、売買。これはね、商いをしなければいけないわけです。商売をしなければいけないわけです。高く売らなければいけないわけです。えー、安く買って高く売る。こういう言葉だけじゃね、えー、なかなかね、実践論につながらないよ、と言うんですけれども、とにかくね、えー、買いと売りとセットですよね。で、あのー、 高く売る。このために買うんですねで。できれば、まあ短期間でね、チャートの横軸意識して、できれば短期間で、えー、まあそれをね、やろうと。と言ってもね、えー、デイトレードをやろうとか、超短期がね、有利と。こういう話ではなくてね、長い期間を見た方がいいんですけれども。はい、えー、結論です。まあ、安く買って高く売る。という,う言葉よりもね、 高高く買ってより高値で売る。この言葉の方が実践的です。なぜかというと安く買っただけでは儲からない。上げトレンドの時に買いポジションを持っている。これがね重要ですよね。それからあ逆張りというのはね下げているさなかに買い向かうことではありません。逆張りであっても順張りであっても買う場合は見据えるのはね近未来の。 値上上がり上げトレンドですねだから逆張りというのは近未来の上げトレンドを見据えながら少し頑張って少し先回りする少し努力して研究してリスクを取ってなるべく安く買うその代わりね、えー、苦労するそれから若干ね想定より時間がかかるこんなことも覚悟してやると、えー、こういうことですはい最後までご視聴ありがとうございます うん。